ー、5月12日母の日にこいつら何やっとんねんって感じやけど、遊戯王大会決勝戦始めます。お願いします。イエーイ。はい、うるせえ。ロリな方で。決勝、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 決勝。ロリな方やからな。ロリな方で、あれ18、20歳の、20歳の27 27。はい、はい、ババアやババアやな。まあ見とけ。絶対なんか6をゾロ目で出すねん。なんかこれ振ると8歳児だからいいんやろ、8歳児。もう超えてるから、もう超えてるからさ。おかしいな。23ぐらいが一番なんかエロくて、はい、じゃあ見せてください。いい説が下はやっぱライトの感じがちょうどいいわ。光らん。はい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 、お願いします。じゃあどうぞ。お願いします。さあ、大切な伊藤君のフェーズ、はい、今日はドロ、今日は千葉君、リーク君、おい千葉君対ドキュン。ドキュン、ドキュン、ドキュン、高青年やろ。知らん、知らんドキュン中。その三宮つみんちみたいな言い方やめてほしい。ドキュン、ドキュン何中。ドキュン、ドキュン中。どうスタンバイ。はい、リフの魔導対ドキュンさんの、ドキュンさんのドキュン、おお、はい、僕ドキュンさん、ドキンちゃんみたいな、ネクロフェイスが来るぞ。懐かしい。懐かしい。はい、こうか。ごめん、そのしちゃってる。あ、ごめん。危ねえ。ドキュンさんが、ドキュンさんがチート。チート。ま、間違う。チート。めちゃくちゃ。久しぶりの動画や。久しぶりの動画や。どうしようかな。効果まで。サイコメトラ闇カバチ。バラ効果。チェンワン。オッケー。チェンジ。はい。ゴキブリが。じゃあ。ゴキブリ一。一番。オッケー。はい。はい、ここ。今二色ですね。使った。今二色。はい。でポジ。ナスポジ。ウォー。チェンなし。もう使えませんね。はい。こっちの方がいい。やりにくいな。ダンベン、お弁当パッテラ、どうしよう、デッキこっちよ、パンか、こっちよ。じゃあ、1枚セット。魔界闘士バルムンキはどう考えてもダークソウルしか見えない。2枚。はい、2枚。はい、エンドフェイズ。エンドフェイズなしで。はい、ドローフェイズ。はい、どうぞ。スタンバイ。はい、メインフェイズまで。はい、手なし。あと、もし、もし黒白の波動だったら、ちょっと別に。なし。そこは黒白の波動。家探して。はい、マジで、あったらちょうだい。まだ俺2枚しかないのよね、あれ。ケガさん。What？ 前レジで見たんですけど。はい、オッケー。あのレシートをどうされますって聞いたら、なしでって言われたんですよ。あれは YP ですか。それはあの YP の感想ですよ。チェなしで。はい、僕はね、あの昔優先権があったじゃないですか。あ、昔優先権があった頃、電動優先権でとかあった頃、あのレジ言ってて、あのお弁当温めるときに温めますかって言うと、こちら優先権を待って聞いて、はって言われて、あ、温めますもうやめて、こんな恥ずかしい反応見んといて、ほんまに。アレクスチェンジ打たれてる。こんな恥ずかしい反応見んといて、ほんまに。手札誘発コントロール。そう、超再生能力で手札誘発いっぱい、いっぱい引いて打とうよっていう。なるほど、祭り。苦し紛れのところや。やった、ネクロの魔導士や。打てる、打てる。打てる。ベールアウト。これさ、ネクロの魔導士ってさ、僕のカードだから、別に僕の好きなように扱ってもいいわけじゃん。ノーマルとスーパー交換したんで、アドですよ。このまま帰ったら。はい、言うよ。やばい、やばい。シャークトレード。うっす。2600。2600ね、ダメージはないな、まあ、分かってるけど。ないよ。今は当初に、じゃあ魔法にやってる。エンドフェーズ。レジしてる時に、あの僕のエクスカリバーがエレクチョンしてる時どうしたらいいんですか。あの気持ちよさは無理。あれレベル高い。原型押してガーンって出てきた時に。
あれはちょっとリフジ高いこっち多分こんなに引いたんだよバカかこいつあれ油断してたほんまに当たった時にポンって多分カード何も出せへんレベルいやでもほんまやばかった時はこうやってピッっていうなんかエラー後ろに下がってはい、あでもマクテカさん確かに夜やったらしゃあないし、いや本当にヤバい時があって誰も来てへん時に納品来た俺はいいなと思う。これもうサレンダーしたいレベルだよ。まあどうしようまあどうしよう見て、うん、やってる時に客来るともう殺したんだろなんか出んのがこいつらよ。はい、僕いつも朝なんでそんなにエクスカリバー魔力解放することはうそ、はい、絶対ないよこれ。はい、ドレス。これの中の炒め。はい、3枚目ですね。はい。あ、これ決定除外ね。決定除外です。笑えへん。じゃあ今日は生理ビート。生理ビート。やばいね。やばい。ピチ。エクスチェンジが鬱陶しい。初手クソ弱いエクスチェンジマジ鬱陶しくてなんかドロールパークラルト。僕のクソ弱いハンド見られて恥ずかしかった。遊戯力ないな。やっぱ電台誘発はなんかな減らしておくべきだよ。じゃないとデッキの自由度が謎な気がするんですよ。いやでも偏らせな今の環境をやっていかれへん。どれか減らしていいんじゃないですか。ベーラー G ドロー。別にベーラー1枚減らすのは。ベーラーとかそのあたりを著者選択していいと思うんだけど。はい、その辺清流はなんか腐っても投げ捨てれるんだってずるいですよね。まあまあ特に日本属性やったら。はい、あとですね、あとですね、ストレージかエクスチェンジ。ストレージからエクスチェンジは、エクスチェンジなんかストラクに入ってた。いや僕今ストレージからロス前出てきたんですけど、あと加藤君にあげろや。ちょっとボロいですけど、いやこれ持っときます加藤なんかにあげます。せや、加藤くんにあげるやったら捨てた方が、捨てた方が、捨てた方が僕のストレージの、はい、はい、テラさんエクスカリバー、これさ、それはもう今日帰っていいんじゃない。もうサレンダーして動画の時間短くしてあるっていうと親切な方に走ろうかなってめっちゃ思ってるもん。僕は2日間抜かない、2日以内に抜かないといけない。能力の制約があるバンちゃんないよな。オナキンフェス参加しないです。オナフェス。なぜ僕パズドラのあれにぶっ走してしまうと、まあ、この動画はあのリーフ君 iPhone デビュー記念動画。恥ずかしい。今日母の最強決定戦。母の最強決定戦。お母さんと一緒に。お母さんと一緒。どの親子が一番強いか。ああ、国役のハードありました。なんで？それ僕お母さんいないんですけどみたいなこと言ったら急に重たい話。独特の今日はあれか、使うかどうかわからんし、動画の解説をしに、解説をしに、はい、俺何も喋ってないですけどおいで俺がやろう。はい、ラメイソンサーチというか、この実際やってる僕が喋りすぎっていうあれはい、ラメイソン殺動2枚ですね。ヒュグロ、はい、オッケー。ヒュグロ、ほんと3500にバンプしました。されんな。黒の魔導士はおかしい。なんで本読んだだけで1000万使ったの。いや、そういう高まる本。そうそうそう、そういうなんか4000。はい、オッケー。でも、呪文は女だ。残り4000ダメージということはもう薄い本。3500と500。僕な、最近分かってんけど一気に半分取りました。はい、はい、はい、僕最近分かったんやけど、遊戯王の執着なさすぎる僕。今ですか。今ですか。エンドフェーズ。はい。はい。先行流が硬いっていう。ここでさ、上限出てくるやん。完全に進むね。くっそ硬いな。この俺をくっそ硬い。もう嫌や。あ、デッキロックだ。先行流上限システム。あのちょっと2、3週間前にデッキロックプレイスやられて積んだ記憶がある。ちょっと俺持ってないな。サンダーボールが来ました。え、何サーチやったっけ。糸剣やはい、オッケー。糸剣がおる。あ、僕はね、見つけました。最近めっきり見なかった。3枚メインフェイス。はい、
アルマの魔導士なんか昔これなんか禁止カードっていうかなんかワンチャンあるんじゃないかと思ったけどめっちゃ反対がいいな特別禁止に入ってる僕それ初期のリチャーで使ってました。自分の星に魔法が出てる毎回オーガスなんか自分の星で魔法が出てる遠回りすぎないかなこれ、うん、なんか特殊召喚できないとかやったらよかったね。はい、はい、あそれはちょっと強い強すぎた。ブラホ来ましたよブラホ、はい、上限残りましたけど先行流、まあ、先行流強い先行流強いいやー、キャラスタだよ。いやー、先行流でよかったと思う。これは先行流やな。先行流、先行流、絶対先行流。ブラコリチ公開情報やった。絶対芝生やし。いや、でも個性流で芝かれと思わない。何を守ったんや。はい、ほな、ディルフすぎゃいいんや。シナイジュさん得意の個性流ビート。個性流ビートだ。上限殺しのリアクタン。上限殺しのリアクタン。これはでも頭にはバーナードさんが長くんバイマーって結構難しいと思うよ。来ました来ました財布が軽くなるなっていうかさこの辺は使われないんですかこっち強いですよ魔導戦士なんかこれラモールまでだとこっち使うらしいこれ100ちょいそこで気持ち悪い言われたグランシャリオそのうちここにまとめて売りに行く買ってへんじゃあ一応、はい、2枚以上、はい、はい、ブラスター、ほかはい、全部合わせて1円そうか泣いた先兵が泣いた天別サーチはい処理後考えはいダサンダーボール最高だったハンドあれ、クソ強いかベーラー2と1枚あおー俺の大好きなフサスケンじゃないベーラー2枚とわからんのとかつて禁止に入ってたよかつて特別制限で光のフサスケンは禁止に入ってた ありましたよ、そんなこと俺がやってんけどまあ俺はそれをファルコンに決めてやったけどな終わりフェはい今みたいなできるできる昔だから竜の警告でトップ1枚引いた時に捨ててスタンバイうつもってるぜ封殺権ほらってやったことオーケーファルコン相手マンドローはいあリバウンドだおのれあれクリムゾンブレーダーと一緒に使えへんかな、はい、これインゼクの時にちょっと考えてダンセル召喚効果でこれやあの墓地のミスリバイブホネットミスリバイブ出たぞってかっこいいけ どうしたらいいんだろう戦地装備しよやね負け1本目終わったあ、終わりましたなんか終わってるわはい、お疲れ様でした2戦目だ2本目見せなさい、はい、どちらに決めとったんですか僕なんかハンドクソ弱いハンドして分からされたうん君やるねでしょジョイント君センスあるねどうぞドロイズはいドロはいスタンバイメインサイドチェンジも全部一回理論から全部変えたからさっさとちょっとおもが買えるめっちゃイライラしてる8時にあの弁護士言われたんですか僕母の日の買い物しようって言ってたんですよ8時になるまで僕引き止めておくつもりやったら僕勝手に言ったらめちゃくちゃ怖いほんまからだ気づいたらいないしすごい聞いてますそらお前伊藤健さんもおごるわいやでもメガさんのボール2枚見てたはいいやもう加藤は許さん激横プンプン丸じゃなく激横ファイナリティック激横スティックファイナリアリティプンプンドリームよう覚えてるな僕は見てるんですよ自分で撮ってきてくださいは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 いさあ何色ですか難しい何を除外するのかなしなみさんはこれ、はい、強さがそうです黄色あ落ちちゃうな青でよかった黄色使いましたこのままはい複雑な気するなやばい
未来への投資ブラスターのやつ。そうそうそう、いやブラスターは2枚使ってももったいないから。一番どうでもタイトルでよかったね。ちょっと構築上の絡みであんまやりたくない。ここ開いてますか。ところがあって、これはやるしかない。はい、俺も出てきたんだ。いやなやった。一旦20円。さすがにこれは。ドラゴンだしょって。まあですよ。あ、リアル。すいません。終わり。ドロフェイズ。はい。魔法じゃない、このアイドルしかない。魔法。だあ。3番。何やねん、ほんま。めっちゃやばいの落ちた。はい。あれ、いっちゃんやばい。アメイソンが。何やねん、もう。向こうは闇で切った後ハンドゼロですか。ハンドゼロ。じゃあでもリアルなんですか。落とす。何でもいいやん。大丈夫頼む。いや、ないや、G でもいい。G でもいい。G でもいい。ハンドでもいい。何でもいい。あ、何でもいい。あ、戻る。それでは、あれされたまあこのね、僕は闇を引く理論というすると引けないとこに闇があるみたいな。今の名言、引けないとこに闇がある。光あるところ、光あるところに闇がある。人のあるよ。あったわ。はい、強いな。おこですよ。おこ、おこ、激おこ、激おこ、激おこ、ぷんぷん丸のう、二個う、三個うが入らない。待って、めっちゃなんかさ、この宣言なんか罠って言ったらええような気がしてきてさ。本当に言ってんのあれ。宇宙そう。魔法ですわ。もうマジで。あ、コスト。コスト。はい、チェーン何か。じゃあチェーンで、やめてきたかゆです。魔法。宣言魔法。はい、一。セーブトラップ。やばい。まあラメイソンは出ない。楽巨奪。はい、オッケー。はい。バトルフェーズ。はい、200。200ダメージ。ダメージ何位だ。闇切ったって普通に出かないから。まあまあ闇切ったから。分かってるか。奈落巨奪。加強。加強。さっきトラップやったの強かったですね。トラップ。さっきトラップやったの。いやけど。トラップって言ってくるなら魔法全部伏せてトラップ動くんですよ。スタンバイメインフェーズ。はい、怖い。2ターン目。はい、やめてく、ゼロ。あの、引くから、うん、当然のようにあのセット揃ってた。当然のようにセット揃ってた。めっちゃ良いパターンやけど、はい、ドロー、スタンバイ。はい、メイフェイズ。上限短期は弱さ。弱さ、やめ短期待ち。うん、ちょっとかっこいい。いや、僕はイケメンなの。でもこんなカード引いてもたらな、ありえない。何もな、お疲れ、プンプン丸。はい、これ欲しかった。対空やったらやばかった。俺もやべえな、これ使うのやばい。あ、怖い。ブラスター、はい、バナサチ、はい、タイムに対する。あー、なんか見えたな。去年で構成されたアナプルグループ結構ジャンプしてるから。でも結構2択やねんな、僕2回やってるの。うん、次がやめてきた。違う、7、6や。殴ったらあかんかった、2回目一緒に。中火でよかった。中火でよかった。それあと G で殺されるくらい。こっちの方が強いんかな。めっちゃ難しいとこ入った。はい、遊戯王むずいな。続いては全世界が攻めてない。スタンバイで来てくれた。今日夏でバッテリー回収できたな。ダメですよ、ランビング逃す。チェーン2個で破壊する。それだけ大根みたいな処理を吐く。バッテル。うん、それも出ないんだ。雷光は出ない。あの言うたらシャイニングと同じ。場合の人間。じゃあ魔法効果のやって刺さる。刺さらない。闇デッキで。いや、魔法効果のやってさ。これは。ダメ
メージあるやん。伊藤さん、本領発揮しそうですよ。同時処理じゃないんですか。行きましょう。まずサイクロン。いや、いろいろあるじゃないですか、同時処理に。例えばデュアルスパークは、そう、同時処理が取ろう。ボルカザールスはダメージ入れたら。あかん、今プレイした。同性の風が同時処理じゃないですかね。がダメージと同時処理。やらかした。のもう、もうこれ、これでいいですよ。あ、よかった。ちょっと僕の本領発揮しようかなっていう。行きましょう。補正流ビードかましますか。勝てへん。上面だけじゃ勝てへん。それは、うん、そうやと思う。さすがにそうやと思う。補正流ビードしたいな。バテルカタイプ。いやいやいや、上限1匹じゃ無理だな。いや、これアンパイ、アンパイこれやな。そうか、移り意味なんだ、サイクロン。あとでマイナス800。はい、ほらよ。11?10? 10? ここいらん。君が笑うと思う。もう伊藤君、補正流ビートだけめっちゃ弱い、この補正流ビート。奈落ケアする。奈落ケア、奈落サイクロン打った。はい。この手やな。あと1体やんな、エムデッキ。そう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 、最低限なんか置かなさ、死ぬよな。500円。例えば効果起動チェーンでウェーラー打って、それにチェーンダッシュツやった場合って、効果処理って行う。来週まで待つか、これ。来週まで待つか。500円。あ、行うな。ちょっと待ってな。何か60円で売ってるやん。これちょっと調光する。サファイア500円引き200円で買おうか。動けるんやけどな。いらんことやってもたらな。サファイア返してくるソースありますか。大丈夫です。ファイルランも絶対ミスった。攻撃で出してる場合じゃなかった。これ飛ばしたそれはプレミア。まあプレミアやけど、もう勝てへんわ。これカノンビクトリーっていうカードで、バックパックって抜いたカードを1枚手札に加えるっていうカードやん。サファイア当てたら確かしかない。あ、やらんよ、そんな3000立ってんのに。3000立ってんのに普通はやらん。ちょっと圧縮せな。遊戯王だったらカットビングで、カットビングって言ったらできそうって言ったら。あれはこれ使える。DM はこれ使える。はい。え、CS の場合どうなの。 CS は使える。 CS でも、ほんまは使える。そう、 CS のルールで、カマンピクトリーの使用禁止って大概なんで。ここでわざわざこれをやって、僕は、いや、あれ割と真面目に嫌いです。ここです。嫌いました、さんが言ってた。これ出して、そうです。いや、なんか表向けもないし。これはひどい。まあ、この再発した意味あるんですか。一応僕はセットしといてもよかったんじゃないかなと思った。それで打つに。いや、このターン、そう、ちょっと動きた。このターン動き。はい、お疲れさんでした。しますわ。オッケー、3本目。じゃあ集中していっていこうぜ。笑いすぎた。私はどうせこの後仕事だ。はい、うちの親父が今店に入ってるらしくてな、珍しく夕方に。はい、じゃあ人が言ってるカード。はい、マキノはこっちのセルだ。これ全部ストレージにぶち込んでいい。3枚目。はい、加藤以外。後ろ見てみ。メガさんどうも。これが見つけたんだよ。メガさんどうも。見つけた。花ドラゴン。680。メガサンダーボールの番組何パーセント。メガサンダーボールどういテラサンダーボール次テラス。メガサンダーボール、メガサンダーボール、メガサンダーボール。インボール系のじゃないか、俺、シックスパーファーだと思って。
どうすまんやん。メガサンダーボールでこの右のやつをでかくして、ニードル増やして。レディナビゲーションか。ニードルコーティング。難しいな。やめてくれませんか。これ全部買うです。めっちゃ遊戯王難しい。全部は買う。レディナビゲーションやべえ。ちょっと歌い出したぞ。これを店内でやってたら気づかずにお客さんが来てて、あ、すいませんこれくださいって言われて、めっちゃもう恥ずかしいことがあったけど、帰り間際にそのお客さんがビーズ好きなんですか。羽織キッズ恋に落ちる瞬間。よっしゃ決めた。あ、いや、はい、あ、はい、はい、バナホーク。何の面白みのないと思い方でかい。調査でつい米あれ渡しですね。そんな弾幕つくような動画になろうぜこれ。え、1位決められた。はい、1位。これ持ってます。あ、バナから、バナ、はい、バナから、はい。レディナビゲーションやめ。お、ほんとやってるやん。セット、はい、終わり。エンドロフェリー、はい、あと3日、はい、はい、いいです、はい。うん、あの伏せは何でしょうね。ION、 商品で遊ばない。はい、バシ言われてる。商品で遊ばない。カワシはいいやつ。カワシはいいやつ。サバイバーブレイン。サバイバー。これサイバーやった。はい。サバイバーのカットだけど。僕は昔店内の防犯のカラーボール、あれで、あれで相方とキャッチボールしてたら思いっきり外れてジャンプにブッシャーぶち投げて4000円ぐらい払わされて。それはアホでしょ。あの時の一番不毛やったのは二人で罪になすりつけられた。お前がカーブかけるからとわけのわからんこと言う。知らんわ、あんた。カラーボール。めっちゃ割れやすい、ほんまに。いや、そりゃそうでしょ。めちゃくちゃ割れやすい、やばかった。あれ、効果あるんですか。実はペーラーフォルカスやな。あれやんね、ラメのお前。空気テープをもろに受けるからね。だからそれが楽しくて、こうやってるときも、うおーみたいな。まだ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 。スライダーやろ、今の。スクリュー、スクリュー。ケースの流れ見てて。カラーボードを。次の、はい、目を鼻をまたオンチわらわらわらって言われて、は神美声やろ。タワシはいいやつ。神ウプ主、今神ウプ主っていう弾幕がまず最初に流れる。歌い手です。歌い手3枚目です。やばいと思ったから抑えきれない。この動画で15歳という年齢が興奮した。この今日がこの動画を見るために生まれてきた。成功し。これシッピーとかダメなんですか。セットなんや。セイリューの歴史を感じる。直したよセイリューさん。まだ半年も経ってない。どこにも入らへんぞ。そう考えても俺が突破ストーリーのチャートだったので、多分頑張っていいよ。バトルフェイス1800、はい。あとダメやね。1989年のデビューから、だからその手を離せるんやけど、結構ほぼ中心まで。フランス行ってないから、はい、やっぱりやめといたらどうしてください。さらに、今重心タイプ。はい、まあ、3色か。はい。
今入れてるの2色。あ、2色。ハンド。3枚。パンク。シャルを考えます。はい。成功時。そっちじゃねえよ。親が赤と緑を使う。1人で桜の木なんやぞ。作って。何パンク？何パンク？何パンク？環境とは違うねん。取っていこう。押す。まるで神とチョコラをパンクみたいな。いい加減デュエマは取ろうよ、大会やろうよって話だよ、マジで。ハンド。もうこれめっちゃ3枚。ハンド。3枚。はい、すいません。ウルトラソウル。リー君の窓 VS ビーズの松本の正義。成功しなし。セミリュウばっかりに。いや僕ダルクのが好きやからね。めないめない。あれもこれも今さあ間違えた。間違えた。普通に間違えた。これた。チェーン積みに行くか。ビーズの歴史を感じる。それは感じよう。それは感じよう。マジで。ウルトラソウ。カッツーだろ多分やけどな、なかなか奇想天外なプレイングを。はい、ビッグアイ膨らみするよ。なるほど、向こうは大将、ビッグアイこうあのチェーン積みにあーってこと、あの伏せはつまり、つまりじゃあチェーンでやめてきますと押すと向こうはあ魔法宣言あだぽこやあだぽこやなせやなぽこやそして神仙とか割り切らないしゃあないではいはいきついなコトリちゃんかわいい30円ならあるよ20円では8枚ぐらいある見えてるのが開空巨奪20円でキラキラ買えたけど開空が強いな開空巨奪ベーラーそうこれがベーラーフムオッケーあ、もう1杯じゃあはい、じゃあ面接中時はい、オッケー試験発生はい、どうぞとりあえずはいなんだいややるねお見事お見事なんぼですか700はい700のマジ市場でプレミアを使ってるから7300、5200はい大学の部活でこれはお見事ちょっと何なのこれは自分のターンに言ったから1ねもうなんか落ちまったあと2回はい講師広いよ俺もう広いに行くのは最低じゃないですかこれはひどい神瀬ちょっと青いネから下のやつ余計やちょっと笑いそうなったやろお前ちょっとにやけたとまるにやけたやろその気持ちはわかる。ドイツの背景られた。いや、今さ、こっち。見やすさが抜かれる。あ、見えてない。ドイツ。どう？三枚目。くっそ、それめっちゃ強い。全然。どうさん、元は変わってる。返しが悪い。二次災害。そう、呪文やし。今はこっちすぐ死ぬ予定ないしマニとかかわいいウッセルポテト入んの強い終わり2段目うわお見事最初はすげえすり抜けるね見せるねオッケー闇デッキ打った後にバックがキラス感で今立てるって言った神セット2枚目からバック知らんじさん、僕との試合も闇デッキ打って開空一緒の感じで終わりましたはい、18と500ですねはい5000このデッキ借りる5000でいいかいせーのゲーテ、はいはいこれはもうもはやあれだな、殴りに行く感じでこれもはやビートダウン走られるビートダウンノイズはいバーシーの中心なんか低いじゃん夢ってなぁ大きいとかは違うね、はいライフは並んでますねプリザードブローズやったっけあの水木奈々と TM のやつそういうの出てんのあのバルブレイクプリザードブローズローズローズ
ローゼン？マンガードは B やるけど、マンガードは昔どんなやったっけ。ローゼンの3期は行ってたよ。すらすら覚えとってみよう。お詫びに行ってきてよ。すでに直してきたべき。マジックベーで、ベーもあるんだよ。ベーが…ベーがメインだよ。ベーがメイン。日本の方が厚い。ビーズの松本。あ、そうか。ビーズの松本。ビーズの松本。全部すり抜けたぞ。闇デッキとは気安めである。何落ちたの。何も落ちてん。神仙バテる。あ、初めのとしたこの4枚結構強くしたつもりやってんけどな。このつくよみつくよみ後半で無理やりチェーン積む。4枚の時あかん。4枚の時あかん。間違ってはいないはずなんだ。めちゃめちゃまともに動いたつもりやねんけどな。間違ってはいないがゆえ最初つくみやったのかな。大将つくみやったかもしれないね。大将つくみ。大将つくみのが強かったな。はい。まあまあそっか。そうですね、うん。別にどうせリリースするんやったら別に表である必要性はないな。カードゲームや。伊勢さんみたいな。はい。ドリンクってしたの。はい。もう闇で今日終わりましたね。はい。問題は群雄割拠がね、クソゲロ。群雄割拠、ゲーテ、神戦、巨奪。強っ強っ。もう千葉ちょっともう、若干もう荷上げたやろお前。そのポーカーフェス気取っとうけどさ、もっと気取らなく全面に押していこう、押し出していこうぜ。闇デッキ強えわ。いやもう、これ鼻から持ってた。はい、神系以外じゃ防げない。うん、もうこれ突き上げる。神戦行って。ハンド。3枚。4枚とか。ちゃうねんな、これきつい。これはきつい。これもう。何がきついって、群雄割拠やろ。これしからこっち行ったよ、環境。裏向けてあげますよ。まさか。今日ダンス入れてる。はい。プロジェクト2枚。はい。チェーン何か。チェーンなし。ハクション。滑らかに。はい。強い。交換発動。ブレンチャーだ弱いんだ。ここで除外するやつないな。ない。はい、ない。もうない。もらん。はい。いやじゃあ僕は最低限ね。あがかしてもらうよ。今日夏あるけどな。それ言っちゃダメ。それやな。押されなしだ。分かっていても殴らざるを得ない。ゲットはしたかったからね。どうせやったら向こうもリソースも半分待てるでよかった。よかったな。プレミア。ほんまそれ。バネルで結構変わる。次のターン生き残るかしら。あ、ほんま。ほんまやと生き残らん。ジュノンあるけど。ジュノンあるけど出せない。そう言ってたら多分魔法引くね。まあ僕ここで、まあ、ストリーム効果使って。はい。シナンジェさんが五千流の効果使った。そんなこと言われてなんかちょっとなんかさ悪いことしたつもりになるやん。罪悪感生まれの。ここで。こっち横で置いて、お調査員に来てカードで引いていくっていう。最高の人じゃん。引き逃げ。引き逃げ。最高の人。遅いな。ここでドヤ顔でな。オッケーオッケー。じゃあ、んで、ジェンドフィー考えるわ。なんか最低限ね、なんか靴だけ打ちたいよね。靴だけ打ちたい。ちょ、これで神さん合わせてくれへんかなみたいな。最高。神さんこれやったはずやから。ボール1か。1個だけか。打ってくれへんかなみたいな。来るか、ボールか。来るか、神さん。チェーン神さん来るか。ババコントだ。チェーン神さん来るか。あ、もうそろそろ。これすごい。いや、調子乗って負けんの俺めっちゃ嫌や。あ、多分負けんから大丈夫。じゃあ、今度打つわ。おぉ、いや、ここはチェーンダッシュするみたい。チェーンダッシュ。カウンタートラップ打っちゃってるわ。だからダッシュの前に。俺どこでも知らないな。いやいや、チェーンで強打つったら神戦が打てない。はい。何、ド M や。これで27で26やから、エキサターン入ったら。っていうね。学園消さんのも入っと時間っていうの。そういえばうっす。窓ベース
通れば終わり。気持ちいい。はい、ありがとうございました。普通に死んだわ。広い。